天地は毎度おなじみ、流浪の釣りチャンネル、天地はフィッシングチャンネルでございます。このロッドなんですが、私が平ら立てでタイジギングをするときに使うロッドでございます。台湾の甲賀、型番はこちらの方ですね。でスペックの方は、こういう感じです。まあ、ちょっと、台湾のホームページからちょっと抜粋したのがこちら。はい。もう専用ロッドですので、非常に使いやすいですね。はい。だいたい 50g、60g、80g までのジグを操作するには非常に使いやすいロッドでございます。先日もですね、今年初のマダイをゲットしたんですが、その時、残念ながらですね、ロッドがですね、折れてしまったんですね。バンドがこれ。はい。じゃあ、その時の映像が、こちらです。トキチロウ。やっぱ、ちょっと。ああ、竿折れた。まあですね、船揺れますからね、まあ、とっさにちょっと掴んだら折れてしまったということです。まあ、幸いバットのところなので、まあ、なんとかちょっと直してみようかなと思います。はい。基本的にどんな直し方するかっていうと、この中にですね、パイプを入れて、ポキシで固めるということをいたします。はい。まあ、テープとかですね、ノコギリとかですね、テープとかですね、あとは、100均で売ってるエポキシですね。こちらの方でやっていきます。で、この中のパイプなんですが、まあ何でもいいんです。で、私の場合はちょっと使ってない、釣り竿があるので、そちらの方を使ってみたいと思います。こういった、中古ショップで買ってきた、100円のロッドでございます。材質はグラスロッドになります。グラスは粘りがあるのでね、まあ結構強く、使えるんじゃないかと思います。ここの内径ですね。内径がだいたい78、約80ぐらいですね。80と、あとはこっちが、まあ、81とか、そんなもんですから、そこに合うようなものを探します。80ですよね。80。やっぱこの辺じゃないですかね。80、お、違うな。91ですね。もう一個ですね。あー、この辺ですね。この辺ですね。あー、この辺。と、まあ、こんな感じでついていく感じですね。そうですね。そうですね。ありますね。ですね。このくらいがいいですかね。こんくらいずつ入れますか。10センチ弱ぐらい。これぐらいですもんね。ちなみにこっちは。そうですね。これぐらいまでいくので。もうちょっといきますね。このぐらい。これぐらい使ってみましょうか。はいっと。じゃあ実際これでやっていきますよ。ちょっとバイスに挟んでお願いしまして、ね。やっていきますよ。切りました。
り残っちゃいましたね。ちょっとヤスリしますか。で、ヤスリ出てきたんで、ヤスリでちょっと。あと、接着剤のノリが良くなるときが多いですね。こういった感じで、軽く表面を洗してあげると、いいと思います。うん。いいんじゃないでしょうか。こんな感じでね、パイプ。はい。ここが座りがいいな。こっちが竿ですね。こっちがバットとで。よし、じゃあはい、エポキシを作っていきます。よいしょ、ここは多めに出します。これ、そんな余ったところで。いますね。じゃあ、この中とですね。いきますよ。中とですね。中にも塗ります。中に塗ります。こっちの中にも塗っていきます。こっちにも塗っていきます。これを入れます。ニュル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 。はい、はい、ピタッと。で、余計なやつを取っちゃいますと。で、切っちゃいますけど。ついでに割れたところにも塗っちゃうか。ここにも塗っちゃおうか。塗っちゃいますか。はいと。うん。いいんじゃないですか。これで。はい。そう、固まるのでね、このままにしておきましょう。よいしょ。うん。まあ、大丈夫でしょう。大丈夫そうだな。大丈夫そうですね。はい。じゃあ固まったら完成ということでございますね。はい。っていう感じでですね、中にこうパイプを入れて継ぐという直し方をやってみました。もしも、あなたも不幸なことに竿を折ってしまったらですね、こういう風に直してみるのもありかもしれません。うん、まあ、その辺は自己責任でやってみてください。はい。じゃあまたこれで僕は対応をついたいと思います。はい。今回もご視聴ありがとうございました。店長でした。